こんにちは、ドクター熱血です。今回は残月の紹介していきたいと思います。昨日は白蝶で今回は残月。さあ来い、さあ来い。残月はレベル100なんですが、強化が終わっておりません。終わってないっていうか使う気がないんでしておりません。なので最強時のデータを読み上げていきたいと思います。残月、体力が652、攻撃384、防御263、回避214、霊圧が389、必殺技は月牙伝承。高密度の霊圧を巨大な斬撃手として神だよ巨大な斬撃手として飛ばし、当たった敵全員に絶大ダメージを与える。ソウル特性は強攻撃クールタイム 12% 短縮ということで、あれなんか昨日とほとんど一緒かな。ちなみに白いちご攻撃384なんで、一緒ですね。防御267も、まあ、ちょっと白いちごの方が強いかな。まあ残月はね、交換のキャラクターですね、メダルのね。で、他のキャラ、速さ属性のこちら、速さ属性まだ10種類しかないんですね。次の、ホワイトデーボリューム2で、銀が入りますけどね。とりあえず全10キャラ意外に少ないですね。そんな中、攻撃力順に並べた際に残月、まあ、ど真ん中ということですね。グリムジョーがぶっちぎりの457なんで、それからジュジュジュッと下がって384で、防御263も中間ぐらいだし、冷圧214も、まあ、下から数えた方が早いかなぐらいだけど、まあまあ中間だし、冷圧389も、まあ、下から数えた方が早いかな。まあ、全体的にはあの配布いちごと変わらんモーションと言われております。虫眼鏡、しゃべんねえとか。残月、浦原との修行以来、いちごがピンチになるたびに姿を現す長身痩せが、なんでこれなんて言うの、まあ、痩せ型の読めねえ。何これ、異常。誰よりもイチゴと近しく、イチゴを最も理解しており、一心同体のような関係。ごめんごめん、本気で読めないんだけど。まあ、交換のキャラとして、速さ属性で残月がいいか、室外がいいかっていうのが結構話題になったりするんですが、僕はね、室外をしたいけどな。まあ、昨日紹介した白いちご同様、必殺技が月牙なんで、あの画面端で多段ヒットするっていう点はいいとは思うんですけどね。まあ、どっちが使いやすいかっていうと、僕は室外を押したいとこですけどね。攻撃力順で言うと室外は決算になっちゃうんですね。残月の方が攻撃力も防御力も高く、回心が一緒の214、冷圧が残月の方が高い。基本的に残月の方がステータスがほとんど高いですね。体力がちょこっと低いぐらいで、ステータスだけ見ると全然残月に分がありそうですが、まあ、やっぱ凍結が室外はいいかなと思うんですけどね。まあ、今回は残月の紹介なんで、実際に使ってみましょう。残月は育ってないんで、簡単なとこ行こうかな。連続でキャラ紹介なのは訳があるんです。ネタがない。ネタ募集中でございます。なんかこれやってくれとかあったら、あの言ってください。もうね、本当にネタがなくて困ってます。ガチャまでのつなぎとして頑張ってこれキャラクター紹介やってるんだけども、もうマジきつい。あれ、技あった、あった。さてと、あとフレンド
登録ありがとうございました。申請ありがとうございました。10名の方追加させていただきました。これからよろしくお願いいたします。申請しましたっていう人の名前がなかったりね、いろいろ困りもしたんですけども、とりあえずザコを倒してから、お、こんな簡単なところでも倒しきれない。さあモーションですね、 1,2,3,4、 これは確か配布1号と同じ攻撃なはずなんですけどね。で強攻撃1、強攻撃2、強攻撃3、よくよく考えると配布1号もそうだし、ハロウィン1号も同じだった気がする。これハロウィンの時は1も3も多段だったんだけど、さあこれ多段になってるのか。あ、もういきなりボスですか。短いですな。単発ですな。僕はねこの残月を使う気がなかったんで育ててなかったんですけど、まあ、残月の方が強いっていう人もたくさんいらっしゃいますね。室外は多段がないんですけど、残月はこの強攻撃3が多段ですね。唯一の多段2では2段ですね。はい、というわけで今回は残月の紹介していきました。ちょっとね僕レベルが100なんだけど強化していないんで、まあちょっと微妙かなっていうところなんですけど、まあまあまあとりあえず紹介という形でね、交換するんだったら俺は室ヶ谷を押すけどなというところですけど、はい、能力で言うと全然残月の方がいずれも高いです。以上ドクター熱血でした。お疲れ様でした。